オンデス、チートンです。お相手はこの人。着中身、イータン。はい、ということで、今回こちら。進化系クロワッサン、クロワッサン専門店、エールさん。イエーイ。おうち、居酒屋、イン、青森。よろしく頼む。はい、ということで、エールさんなんですけどね。2022年にオープンした際にも伺わせていただいたんですけれども、うんね、今回なんと進化系クロワッサンがね、青森に上陸するっていう。青森でも進化系クロワッサン食えるっていう。もう進化系クロワッサンがなんと3つもね、登場したので、それをちょっと食べていきたいんですけど。めっちゃうまそう。まず、エールさんのクロワッサンもめっちゃうまいんだよね。まあ、めっちゃうまいですよ。そもそもめっちゃうまい。エールさんのクロワッサンめっちゃうまくて、で、それについては、この右上にね、今、前回の動画の、ね、リンクあるからね。貼ってるから、そこから飛んでいただきたいんですけれども、うん、エールさんのクロワッサンのあの特徴は厳選素材を使用していて、一、はい、つ目が青森県産小麦雪力を使用していて、雪のように白い綺麗な仕上がりになって、小麦の甘みが強く香りもね、うん、あの良いっていう仕上がりになるのと、二、はい、つ目が白神山地で発見されたパン酵母を使用していて、市販のドライイーストなどは使用せずに、いいね、太古から自然にも守られてきた地元のね酵母が青森との小麦との相性バッチリっていうこと。つまりめっちゃこだわってるってことよね。そうなのよ。で、三つ目が北海道産発酵バターを使用ということで、うん、発酵バターは通常のバターよりもね、あの手間暇かけて作っていて、香り高くいい風味がね、うん、あの出るっていうこと。楽しみですね。で、もちろん牛乳、卵、塩は青森県産っていうクロワッサンを使ってるんですけれども、うん、今回はそのクロワッサンの新商品で、はい、進化系クロワッサンのラインナップ、この新しい強烈なメンバーを紹介していくぜ。イエイ。エントリー1、ニューヨークロール。4種類ラインナップがあって、いちご、チョコレート、ピスタチオ、抹茶っていうことで、今回は右がピスタチオで、左がね、チョコっていうことで流行ってますよね、ピスタチオもね。そしてなんかあの形がさ、違うやん。クロワッサンとは何か、クロワッサンとは何なのかなっていうところですよね。生地がきっとクロワッサンなんだよね。そうね。で、ニューヨークロールっていうのはニューヨークのベーカリーで発祥、知らんよ、ハイブリッドスイーツ。おしゃれ。青森でそんなニューヨーク言われても俺わかんない大都会青森だけど、大都会青森、まあでもそこでもニューヨークはないよ。なんかおしゃれよ。ニューヨークの方が上陸してきたよ。で、渦巻き状に焼き上げたクロワッサンにたっぷりのクリームを入れ、仕上げにチョコレートの上コーティングしています。素敵や、素敵や。当店独特の配合で生まれる食感は、外はザクザク、中はもっちりとした食感とバターの芳醇な香りが感じられるクロワッサンスイーツです。あと今思ったのがめっちゃ重い。そう、中にクリーム入ってから、結構持って帰ってくるめっちゃ重い、みちみちだと思う。そしてエントリー2、ブリオッシュスイーツ。これは2種類あって、はい、2種類ともご紹介するんですけれども、はい、チョコチップカスタードとラムレーズンアーモンドっていうこと。まあそう、めっちゃおしゃれじゃん。ラムレーズン私大好きなんだけど、もうきめ細かい感じたまりませんね。一番特徴的なのはクロワッサンの生地を重ねた層が表面に出るように形成されてたって。普通はなんか中に入ってて見えないじゃん。そうね、それがなんか綺麗に見えるね、地層みたいなね。なんか今気になってるんですけど、すごいなんか綺麗な、結構硬いんだよね。この感じ良くない？このチョコのこうシュッていうことさ。そう、それも素敵、シュシュシュ、それも素敵。いいよね。で、綺麗な縞模様をね作ってるのが特徴 で、うん、で見た目が華やかで、今までにないサクサクパリパリ食感がある。新しい緊張してきた。カスタードクリームやアーモンドクリームのフィーリングをサンドして焼き上げました。たまんないね。今までクロワッサンとはまた別な食感なんだろうね。だ、進化系ですか。楽しみ。そしてエンドレス3、クロピン。これはイチゴ、チョコバナナ、ミックスフルーツがあるんですけど、今回はねイチゴっていうことで、はい、クロピン、イチゴはうまい、イチゴはうまい、うまい。いちごスイーツは大体うまい。ちょっと皆さんあの名前でお気づくかもしれないんですけれども、うん、クロワッサンとマフィンを掛け合わせたこちらもハイブリッドスイーツ。ハイブリッドスイーツ言えてないよね。アメリカのベーカリーショップが火付け役となって流行り始めたやつで、はい、クロワッサン生地をマフィンのようにカップに入れて焼き上げて、外はサクサク、中はふんわりの食感だと、はい、クロワッサンのようにサクサクとふんわりがあるというのが楽しみだ。そして生地内にたっぷりのクリームを絞り入れ、さらに上部にいろいろなフルーツを、ね、飾り付けて、見た目が豪華なカップ。すごいやん。いやもう本当に豪華だよね、うん、中に全部クリーム入ってるっていうから、うん、多分一つで大満足スイーツになると思う。めっちゃ映えだしね。そうそれ女子の目が絶対、もう私めっちゃ映えってなってた。今日ですね、うん、行った時なんですけど、うん、あ満席でした。席が満席だったよね。もうめっちゃ流行ってました。でクロワッサン売り切れてたじゃん。そう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 。初めはなんか数量を限定、ね、お一人様のあくまでみたいな感じで限定して販売されてるんですけれども、うん、今回はねちょっと特別にご紹介するということ で、あのいただいてるんですけれども、はい、今はちょっと数量制限して販売してるそうです。そうなんですね。はい、素敵なクロワッサン食べていきたいと思います。いやー、ちょっと切ってみました。断面が見えるような素敵素敵。エルサケピー、今回イートは紅茶でケピーです。絶対紅茶とかあと青木だったり、ウイスキー水割りです。実はね私思うんですけど、これだとこの切り株だと思う。やっぱそれな
なんかさ可愛いよね、丸いからさ。なんか可愛くない？じゃあまずこのキーカムみたいなやつ、ニューヨークロールからいきましょう、はい、いきましょう。じゃあ私、私ピスタチオでしょ。ピスタチオ流行ってる。そうだよね。そう、やっぱ私チョコ、ピスタチオ女子大好きなとこあるから。このさ切ったところもさ緑になってさ、いい萌え団やん。そう、ピスタチオ入ってるね。いただきます。いただきます。あ、すごい、パッパッパ、うまいな。うん、うまっ。うまい、うまい。すごいさ、ぎっしりさ、クリームも入っててさ、めっちゃピスタチオの味する。繊細なチョコの風味が生きてます。外が本当にサクサクで、クロワッサン自体がさこだわってるからさ、本当にそういう小麦の甘さとかもあるしさ、で発酵バターも使ってるし、めっちゃ美味しい。小麦の味がする。うん、そう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 、すごい食べ応えある。ね、いいよね。美味しい、美味しい。じゃあ続いてブリオッシュスイスっていうことでね、はい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 、チョコチップカスタードとラムレーズンアーモンドだよ。ラムレーズン食べてほしい。あ、食べたい食べたい。ラムレーズン好き。そうだよ、なんか繊細な感じするわ。いただきます。うん、うまい。なんかこの層になってるから食感が全然違うね。やる、さっきのクロワッサンとまた全然違う。やっぱ食感が本当に面白いね。いい、でもこの甘さも繊細で、うん、そんなに甘すぎないね。これはプリーズプリーズ交換しましょう。食べ過ぎと口いただいて、うん、なんかほんのりラムレーズンって感じかも、そっちは。うん、うん、ラムレーズンの芳醇な香りがなんかすげえいい。そしてこのサクサク感とマッチはなかったね。このチョコレートの上にかかってるやつパキパキで美味しい。しっとり系のラムレーズンだったと思うんだけど、うん、このサクサク系のラムレーズンってあんまないって、美味しい、うん、はい。じゃあ最後クロッピー。なんかもう映える、映え映え映え。絶対この果物のジューシーな感じは絶対うまいと思う。イチゴが乗ってますよ。そう、ちょっと若干前の八戸まで持って帰ってくる時にちょっと若干形が崩れてしまったので、はい、もっとね、本当はね、多分ちょっともうちょっとモリッとなってると思うんですけれども、うん、こちらをどうやって食べればいいのか、はい、なるほど。よいしょ。あ、そういうことね。はい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 。こうなってる。なるほど、そうなってるんですね。面白いね。わあ。じゃあかぶりついていきます。はい。いただきます。まあたどり着かない。全然たどり着いてないんですけど。イチゴと生クリームうまいわ。いやまあ絶対あるもんね、それ。うん、黄金コンビよ、そんなの。お、いる。いる。なんかいますよ。この中にジャムも入ってない。カスタードとジャムなのかな。何？あ、こんな至福のティータイム待ったらしいじゃないですか。なんか結構冬の季節にイチゴ美味しいからさ。この時期に食べたいやつですよね。うまい。やっぱ紅茶とも合うわ。はい、もう一口いただきます。うまいな。やっぱりパイとクリームも合うよね。合うな。フレッシュなイチゴもいいんだけど、うん、中もジューシーなイチゴちゃんみたいな感じのところもめちゃくちゃいいですね。美味しい。美味しい。なんか結構見た目はあの丸いやつがすごい印象的だったけど、多分一番食感が新しいっていうのは、はい、縦のさやつだと思う。ブリオッシュスイスだと。ブリオッシュスイス。なんかうんってなるのはこれかなと。そう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 。びっくり、食べて食感にびっくりするのは一番これ。でも全部美味しい。全部うまいですね。相変わらずあのエールさん全部うまいですね。さすが進化系ですね。進化してますね。一つ一つなんか驚きを感じた。はい、はい、ということで今回エールさんね、毎回びっくりさせてくる。そう、何そんな新しいものそんな持ってくるってくらい持ってくる。結構新商品がすごいスパンでね、うん、出るから。でしかもそれが全部すごい美味しいからさ、ぜひクロワッサン好きな方とかね、スイーツ好きな方、気になった方は見てね。だからバイバイ、チャンネル登録よろしくね。ツイッターとインスタもあるよ。また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございます。バイバイ。バイバイ。